ガキ。カプチーノは可愛かったのに。お昼はどうする？砂浜で食べる？灯台の方で食べる？せっかく海に来たんですから、砂浜にしましょうよ。靴は大丈夫？砂が深いところに行かなければ大丈夫です。狭いところに入り込んでくるのよ。大胆な発言ですね。大したモテっぷりね。そこまでずうずうしければむしろ気持ちいいわね。私も気になりますね。別に大したことじゃなくて、クズミの好みのタイプってどんな子なのかなって思ってさ。あ、それは気になりますね。それで答えてくれるの？楽しみですね。生意気言うじゃない。私は別にいいけど。私も教えてあげてもいいわよ。そんなに恥ずかしがる年じゃないですから。そうよね。私はあんまり構ってくれない人。収入とか、まあハードルはあるけど、変にくっついてくる人よりそっけない人の方が好きね。それとは少し違うわね。いろんなものを求めてもなかなかくれない人。私は誠実な人。何ですか、その言い方は。誠実なのが一番です。はい、クズミの番よ。傾向の子を好きになるのかを聞いてるんだけど。ま、もう少ししたらだんだん分かってくるわよ。そうそう、焦らずね。でも好みと実際好きになる人って違うものだし、あんまり気にすることでもないわ。そういう話が多いような気がします。Thank you.
新米教師は大変だもんね。4月はあっという間でした。身長を具体的に聞かれたのは初めてでしたね。気にしてるんだから、あんまりいじめちゃダメよ。気持ちは嬉しいんだけど、私も野々原先生もちょっと予定が詰まってるの。ごめんね、くずみくん。でも今日は楽しく過ごせたし、今年のゴールデンウィークは上々ね。野々原先生、寝ちゃったわね。そうね、私たちより歩いた歩数が多いからかしら。そんなに長い時間じゃないけど、寝かせといてあげましょう。着いたわよ。道が空いてたからすぐだったわ。野々原先生、着いたわよ。そんなんで車持って帰れるの？大丈夫ですよ。寝起きはいいです。そう、それならここでお別れね。そうですね。クズミ、いつまで乗ってるつもり？途中で居眠りしないでね。大丈夫ですよ。それじゃ、おやすみなさい。私はちょっと寄るところがあるから、ここでお別れね。
今日はありがとう。楽しかったわ。また遊びましょ。じゃあね。
すぐ母の日じゃない？任せといてね。